階段アミゴ僕もその幼少期の変なんというと先ほどもしゃべった、まあ、おそらくアイドルだろうなと思った A 子さんという方の体験談で,、うん、で A 子さんが幼少期にそのお父さんとドライブに出かけたっていうんですよ。うん で、おぎくぶの方って言ってたんですけど、日中明るい時間帯、うん、助手席に A 子さんが座っていて、お父さんが運転している。で、ブーって車走らせてる間、A 子さんは車窓を眺めてると、先の方に大型犬を散歩しているおばあちゃんがいたと。わ、うん、って、犬だ、ワンコだ、と思って、子供だからワンコ好きで。それぼーっと眺めてる。で、しばらく進むと、車が赤信号で止まったんです。 すると、さっき、その散歩させてるおばあさん近くに泊まったんで、改めて見ようと思って。エ子さん、車窓から、バッって見ると、あれと思って、同じおばあちゃんなんですけど、リードに繋がれてるのが、全裸のおじさんだったって言うんですね。えと思って。で、見間違うわけないんですよ。でも、全裸のおじさんなんです。で不思議なのが、子供ながらにこれは言いようってわかるのに、周りの人、日中ですよ。誰も気にしないんです。 お父さんの目にも入ってるだろうに、お父さんも気にしない。言う言うと、謎のおばあちゃんが首輪つけたゼロのおじさんをリードつけて散歩させてる。えと思ったら、信号が青に変わって、また進む。なんだったんだこれっていう記憶が、ずっと残ってるんですと。で、この出来事を、まあ、お歌いになって、その、あの日、車で一緒に運転してた父親にそれを喋ったと。そしたら父親が、何それって。 鼻で笑う感じで、やっぱね、信じていないというか、見てないって言うんですよ。本当に見たんだって、ちょっと本当にって、そのお父さんが言いながら、じゃあちょっと詳しく聞かせて、絵に描くわ、って言うんです。エイコさん、あれおかしいな、と思って。娘だからわかるんですけど、父親お父さんって、下手くそなドラえもんしか描けないぐらい、絵か、下手なんですよ。うん、なのに、 詳しく聞かせて絵に描くわって言い始めた。なんか変だなと思いながら、いや、あんま変わんないけど、おきくほどへ、日中交差点で、でばーって説明してると、急にお父さんの顔つき変わったと。なんか目ばってかっぴらいて、急に顔つき変わったと思ったら、鉛筆持って、紙持って、ガーって描き始めたんですけど、その、出来上がった絵がお父さんが描ける、 わけないぐらい、精密で写熱的な絵なんですよ。はあ、鉛筆で。で、ブワーって描き上がった絵見たら、あの日見た光景とは全く一緒だったんです。建物だとか、うん、散歩させてる感じで。うん、えっと何これと思った時に、お父さん急にふっと元の顔つきに戻って、自分が描いた絵見て、何この絵気持ち悪いって言ったんです。お父、はあ、さん描いたんだよって言ったら。俺描,描けるわけないじゃん、こんなの。よ、返せたよって時 怖って言って、どうしたかというと、その絵をビリビリに破って、塩をまぶして燃やしたんですって話聞きました。何その話ずっとこのエイコさんの話、ジャンルがわかんないんです。でも怖い話でもあると気持ち悪いですね。気持ち悪いですね。